皆さんこんにちは、湘南スタートのスタッフ三平です。今回は FX3 ディスク2020年モデルを紹介していきたいと思います。まず違いとしましては、フレームは素材はそのままで、シフトワイヤーやブレーキワイヤーが中に入ったことによって、フレームがスッキリすることと、メンテナンス性が楽になることが違いとなります。去年2019年モデルですと、前フロントディレイは3段に対して、今年は2段と変わっております。前2段になることによって、かなりロードバイクに近いような形になりましたので、より快適に長く走るんじゃないかと思います。で、後ろはそのまま去年と同じく9段となっておりますので、前に後ろ9の18段変速となっております。ハンドル周りになりましては、去年と引き続きアイスゾーンが採用されており、振動吸収性が優れておるので、長く乗った時にでも握力がなくならず快適に走れるものとなっております。カラー展開は FX3 ディスク、ウィメンズがマゼンタ、マットトレックブラック、2色展開と、通常モデルのものがクリスタルホワイト、パープルフリップ、レンジレッド、最後に先ほど紹介で使用しましたマットトリックブラックの4色展開となっております。千葉サイクルは神奈川県相模大の富士山にありまして、どちらも試乗することは可能ですので、実際に店頭に足を運んでカラーリングや乗り心地など確かめていただければと思います。千葉サイクルでは他にも車種、他の車種の動画紹介やメンテナンスの仕方などの動画を上げてますので、ぜひご視聴いただければと思います。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。